コルザナプセラヒメクイナは、ツルモククイナかヒメクイナ属に分類される鳥類。ニュージーランド、ヨーロッパ、パプアニューギニア、インドネシア、アンゴラ、ウガンダ、ケニア、ザンビア、ジンバブエ、ソマリア、ナミビア、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク、オーストラリア国会沿岸部から、ロシア南東部にかけての地域で繁殖し、冬季になると、インド南部、 中華人民共和国、フィリピン、マレーシアへ南下し越冬する。日本では、元アシュが、夏季に、北海道、本州中部以北で繁殖するが、一部の個体は、本州以南で、周年を生息する。全長16から20センチメートル。翼海長33から37センチメートル。種小業プセラは、とても小さいのい。上や体側面のは、 褐色や赤褐色で体上面つらの羽毛は外縁が白く熟に沿って黒い斑紋が入る。顔や胸部の羽衣は青灰色で、くちばしから目を通り側頭部にかけて褐色の筋模様が入る。体側面や腹部には白と黒の横縞が入る。交際は赤や大色。くちばしの色彩は黄緑色。甲子の色彩は緑褐色。 幼鳥は顔や胸部の歯衣が淡化し食。故障、池、湿原、水田などに生息する。群れは形成せず、単独もしくはペアで生活する。食生は雑食で、主に昆虫を食べるが、蜘蛛、軟体動物、爬虫類、植物なども食べる。水面を泳いだり水生植物の上を徘徊し、獲物を捕食する。繁殖形態は卵生。 繁殖期には縄張りを形成する。水辺の茂みに枯れ草を組み合わせた巣を作り、日本では5の8月に4から9個の卵を産む。私有交代で放卵し、放卵期間は14から20日。ひなは孵化後すぐに巣から離れ、孵化してから約35日で飛翔できるようになる。生後1年で生成熟する。ありがとうございます。